はい、皆さんこんばんは。今回もね、終焉介護ですね、続きやっていきましょう。では早速ね、サチエさんに会いに行きましょう。はい、お邪魔します。うん、暗いね。それにしてもね、電気ね、つければいいのにね。いましたね、サチエさん。サチエさん、大丈夫ですか？うん。ああ、大丈夫よ。ただ今、寒いの。お茶を持ってきましょうか？そうね。うん。では、お茶を入れてあげましょう。では、やかん、水入れなくていいんだよね。うん。はい。で、お茶の箱から取って、お茶っ葉を入れてあげましょう。ティーパックですね。はい。で、沸騰するまで待ちましょうね。これね、先にセットしておくとね、沸くの早いんだけどね。うん。お、ありますね。はい。あやたかさん、乞うご期待。うん。この部屋にはまだあんのかな？あんまりね、調べてないんだよね。何もなさそうかな？お、沸きましたね。はい。では、お湯を注いで、お茶を持っていきましょう。これさ、お茶の持ち方やばくない？これ、ほら。ね、これ。でも絶対こぼすよね。はい、サチエさん。うん。サチエさん、大丈夫ですか？とても寒いの。でも心配しないで。ただ、風邪をひいただけだと思うから。そうなんですね。サチエさん。今日は聞きたいことがあって、ここに来ました。サチエさんの仕事のメモを読みました。それで、総一さんに何があったんですか？彼の家族はどうなったんですか？どうして？どうして？何がどうしてなんですか？どうして？ああ、すいません。言い忘れてました。今は私が総一さんの担当をしているからです。出て行って。出て行って！もう関わりたくない。うん。ねえ、どうしちゃったんでしょうかね、サチエさん。ではね、まあ、あんまりね、いても仕方がないので、表に出ましょうか。はい。ではね、早速帰りましょう。目の前でね、飛び降り自殺とか、見たくないよね。これはね、ナオミさんも病んじゃうよね。同じね、まして職場の人だからね。さあ、では、総一さんの家に向かって行こうと思ったけど、ん？特に何もなかったっけ？確かね、これもう誰もいないんじゃなかったかな。うん。受付にも、みんなどこ行ったの？とにかく、総一さんの家に行こう。なんだろう、この気持ち。なんだか急がなきゃいけない気がする。うん。誰もいないんだよね。さあ、では、雨のね、降る中、総一さんの家に向かっていきましょう。雨も滴るいい女ですね。雨も滴るいい男だけどね。うん。さあ、それではね、すごい雨降ってるね。こんなね、土砂降りの中ね、傘もささずに、ねえ、言ってるんだから。ねえ、ブラも透けちゃうよね。はい、それではね、もう走って、総一さんのところに向かっていきましょう。ねえ、懐かしいよね。なんだっけ、夜勤事件なんかはさ、ねえ、傘をさしたまんまね、アパートの中だったりね、コンビニの中歩けましたからね、あれはね。うん。あれはなかなか面白かったですね。この坂も結構ね、きついよね。いい運動になりそう。さあ、坂も登り切っ
で、着きましたね、総一さんの家。うん。さあ、今夜で謎が解けるんでしょうか。中入っていきましょう。こんばんは、総一さん？総一さん？総一さん？うん。総一さんいないですね。どこに行っちゃったんでしょうかね。はい。開けても、ここにもいないですね。うん。さあ、この辺も見ていきますが、いないですね。車椅子なんでね、上に上がれるわけもなくと。うん。で、ここでね、ネズミがいるんですよ。これをね、マットレスを破くと、中には、はい、車の鍵があります。はい。で、もう一つ、ね、アイテムが手に入るので、この先の、台所の、あの荷物ですね。これをね、開けちゃうんですよ。うん。人の荷物をね、勝手に開けちゃうという。で、車のジャッキ用ハンドルですね。これを持ちます。そしたら、車がね、表にありましたよね。その車に向かっていきましょう。そこだったかな？はい、ここに車があるので、ここで、鍵はこれか。はい、これで開けます。はい、そうすると中には、車用ジャッキっていうのがあるんですよ。うん。で、これを持って、また家の中に戻ります。よいしょ。したら、2階のなんだっけ、襖が開かなかったじゃん。なんか、ね、どうやったらあんなに開かないんだよ、みたいな感じだけど。うん。こっちから行くね、行くとね、ちょっと、ね、挟まっちゃうんでね。よいしょ。ここですね。ここで、開けるんですよ。で、ジャッキをはめて、うん。ジャッキを、B か。ん ?B? んなんだジャッキ持ってるよね。ジャッキは、んジャッキどれはめた？あ、はめたわ。で、これで、ハンドルをつけて、これで回します。はい。車用ジャッキを使用。何にも喋んなかったからね、何か出てくると思ったでしょ。うん、ね、何にも喋んないとね、怖いよね。ね、何もね、挟まってるわけじゃないのにね、なんでジャッキを使わないとわからないんでしょうね。不思議な扉。そしたら、バールと血まみれのメモ。幸運は床の下に溜まる。ですね。はい。で、そしたら、このバールをね、使う場所なんですけど、これもね、15分ぐらいね、最初はね、こう、迷ったんですけど、このバールを使って、ここですね。ここでバールを使います。うん。畳なんてね、なんかそのまま剥がせそうだけどね。じゃあこれで降りていきましょう。はい。ということで、地下ですね。この家どうなってるんだろうね、ほんとね。とんでもない家ですね。さあ、そしたら、こっちから進んでいきましょうか。これ確かね、ぐるぐる回れるんじゃなかったかな。うん。そうだよね。で、こっちは行けなくて、はい。
なんかね、燃やされてるようなね、感じに見えるよね。で、あれが主人公だね、あの右にいるのね。なんかね、黒いモヤモヤすぎてね、これなんだか分かってないんだよね、まだ。なんか天狗のお面みたいなのがね、あるんだよね、ここにね。さあ、ということで、まだ出てこないのかな？ここに血まみれのメモがあって、で、これね、ちょっとスクショを撮りましょう。スクショじゃないや。カメラで、写真撮ったっけかな？前のやつ。あ、撮って ありますね。はい、これ、ランダムじゃないよね。待ってね。3時30分、あ、うん、OK ですね。そしたら、これ、あ、これ、総一さんか。調べてなかったわ。そしたらね、そしたら、これね、こっからね、いないの？あれ？いないの？あれ？いないんですか？行っちゃうよ？行っちゃうよ？はい。おお、びっくりした。目の前かよ。目の前にいましたね。痛い。そしたら、あのおばあちゃん巻かないとダメだな。どっから来る？おお、来た。どこにいるのって。ねえ、ほんと、かげろうですよ、かげろう。そしたら、上上がって、ここですね。ここの上の、階段の上、父親は、11時50分かな、ここは。11時50分。階段の上から押されっていうのは多分下だな、多分。上が、11時50分。待って。ずれた。違うな、学校から、階段の上から5時40分かな？ 5 時40分。ちょっとあんまり俺もね、謎解きあんまり得意じゃないから、5時。違うかな？11時50分かな、ここが。はい。11時50分。起きましたね。はい。上が11時50分。で、階段のところから押されたっていうのが、おばあちゃんどこにいるかな？危ないんだよね。これが、5時40分かな？ 5 時40分。どこにいるの？はい、5時40分。で、次が、台所。ああ、おばあちゃん来てんな。これ上来るかな？来てる。これ上に呼んで、これで台所行けないかな？台所。あと一箇所がね、俺ね、覚えてないんだけど、台所。このね、台所が、3時30分。これが3時半。はい。で、あと一箇所。ここだ。これが、8時10分。8時10分。はい、来た。これで、何？お、え？あれは、え？どこ？それ。あれ？それどこ？なんか開いたけどさ。ちょっと待って、そこは俺わかんないんだけど。ちょっと待ってくれ。この辺か？
待って、これまだおばあちゃんから逃げながらだよね。おばあちゃん？逆。あった。これか。探検？探検持って探検すんの？え、どうしたらいいんだろう？これ、あ、もしかしてさ、総一さんに、なんかやんのかな？降りよう、これ。降りて、うん。降りてさ、もしかしてさ、総一さんに、これなんかやるとかある？でも探検さ、これ、ね、呪いだからさ、これ、刺すとかあるかな？あ、正解？これ、総一さん死んじゃったりする？え？死んじゃったのこれ。総一さん下ろします。え、もう単元刺しちゃったけどね。あ、総一さん。ありがとう。え？話せたんですか？ああ、呪いのせいで話すことができなかったんだよ。そうだったんですね。早く気づいて助けてあげられなくてすいません。いや、そんなことないよ。でも、まだ終わってない。奴は私を追っている。春折り？なんだこれ、春折りっていうのかな？を使って、自分自身を完成させようとしている。羽織さんって、総一さんの奥さんですよね。亡くなったんじゃ。カラステング、あ、だから天狗のお面なのか、これ。カラステングは死者と対話することができる。奴は春織の、魂をこの世界に強制的に戻したんだ。頼む。春織を救ってやってほしい。でも、どうやって？春織のお骨箱が仏壇に入っている。仏壇？赤い紐でしっかりと密封されているものなの。上か。家から出せば、悪魔は立ち去るだろう。わかりました。任せてください。よかったら、これを使え。ハサミか。オッケー。よーし、じゃあ行きますか。まだおばあちゃん持ってくんのかな、これ。なんか、変なとこ来ちゃったよ。あ、こっちか。どっちに行くのかと思った。こっちだな。うん。いるけど？うわー、最後。悲しい。あ、自分を刺したのか、これ。うわぁ。カラステング余計なことを。ほんとホラーゲーってさ、怖いけどさ、真実を突き止めると本当に悲しいよね、ホラーゲームってね。よし、じゃあ、上に上がって、あの遺骨が、お骨箱を、やろう。違う、コツじゃない。コツじゃないわ。上か。ここだね。はい、ここ開けて、ここだ。ハサミで開けて、で、お骨箱か。よし、これで、行きましょう。え？ムービー？え？何？なんだ？え、何あれ？え？なんだ？え？なにこれ？時計？赤、開いた。おー！やばい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 。なんだ。え？どこ行ったらいいの？おー！え？あ、いたちょっと待ってマジか。そういう系？そういう系来るの？マジか。
おっとっとっと、やばい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 。ちょっと待って待って待って。暗い。暗すぎ、むずくねこれ。むずくない？翌日、倉本直美さん。ん？あ、ハサミ。あ、こっからやらせてくれんの？優しい。優しいな。よし、やろうか。よし、もう一回。はい、お骨箱持って。さあ、もう一回チャレンジだ。いや、これむずいな。意外と難しいぞ。時間制限があるんだ。なんかヒントあんのかな、これ。うん。さあ、急ごう。お骨箱を持って、開く。さあ、行くぞ。さあ、行くぞ。さあ、出て出て。はい、出て出て。よいしょ。開かない、開かない。開かないぞ。暗くなってきた、暗くなってきた。明るいところ行って。お、赤い。お？お？おっと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 ？お、なんだ？いい感じに。お、え？明るい。明るい。お？これは行ったか？お、外に出てきた。出れたのか、これは。お、二回目で行けた。よかったー。お骨箱をお寺に持っていこう。一瞬でその考えが出てきた。こんな時に冷静な自分の頭に感心した。私はお寺まで走った。脇目も振らず一心不乱に。息が切れてきた。もう少しで死んでしまう。そう思った時だっただろうか。少し、小さな少しボロいお寺が見えた。いつ去ったのかわからないが、歴史を感じさせるお寺だ。総一さんの家からそう遠くないお寺。お寺に突き振り返ると、カラス天狗は知らないうちにいなくなっていた。お寺に入ると、お坊さんが念仏を唱えていた。遮って良いものかと少し戸惑っていると、お坊さんが気配を感じたのか、こちらを向いた。私の顔を見て、すぐに視線を落とす。その目線は、私が持っているお骨箱へと注がれていた。肩で息をしている私に、お坊さんは、それを貸しなさい。とだけ言った。私はすぐにお骨箱をお坊さんの手へと慌ててすぐに渡した。落とさないように気をつけながらも。もう少し遅かったら大変なことになっていたよ。そう言ったお坊さんは、私にはよくわからないが、羽織さんのお骨を供養し直してくれたらしい。手元供養はやめ、お墓に入れた方が良いとのことで、お墓に入れてもらえるように頼んだ。お坊さんはついでに私のお払いまでしてくれた。これで羽織さんは解放されたのだろうか。あの世から総一さんを見守ってくれてるといいな。そう思っている。それにしても、カラス天狗はどこへ行ったのだろう。そう思ったが、なんだか詮索するのは怖くてすぐに考えるのをやめた。私は今も総一さんの介護をしている。後日、私は総一さんと一緒に羽織さんの墓参りに行くことにした。これで羽織さんにちゃんと挨拶できる。そう思うと嬉しくて、少し胸を高鳴らせながら歩いた。いやー、怖かったけど、すごくいい物語ですね。お、あ、これは今お墓参りのあれか。総一さんも元気そうだね。何の音？え？
な、え？な、え？あ、こいつはお前があの家に足を踏み入れた時にはもういなかった。なんて読むのこれ。おぉ、終わった。え、うわぁ、ちょっとめっちゃ鳥肌が立つエンディングっていうか、あれだね。うわぁ、すごい終わりだ。はい、ということで、終演介護ですね。無事にクリアできました。いやぁ、すごかったね。いやぁ、もうもちろんね、ねえ、チラザアートさんね、この雰囲気とかもね、すごく楽しませていただいたんですけど、毎回ね、このストーリーもかなり凝っててね、すごくね、面白いですね。はい、ということで、最後ね、なんだ、総一さんがね、まさかの、カラス天狗に取り憑かれちゃったのかな、あれはね。いや、あの後のね、ナオミさんのね、最後っていうか、その後のナオミさんの展開がね、気になるところですね。はい、ということで、まあ、特にね、ちょっと喋ることもないので、ね、残りはちょっと、黙ってますのでね、この、エンディングご覧ください。はい、ということで、終わりましたね、終演介護。はい、ということで、ね、毎回言ってるような気もしますけれども、まあ、ホラーゲームがね、苦手な方はね、ちょっと、ね、これもね、あれかもしれないんですけれども、本当にね、チラズアートさん、いい作品ばかりを出しておりますので、ね、金額もそこまで高くないので、気になった方はぜひともですね、実際に購入して、遊んでみてほしいと思います。はい、ということで、今回もですね、最後までご視聴本当にありがとうございました。良ければですね、チャンネル登録や高評価、そしてね、通知のオンなどぜひともよろしくお願いいたします。それではまたね、次回の動画で、お会いいたしましょう。お疲れ様でした。バイバーイ。